こう打ってる時で急にしゃがみ出すとまた広がるみたいな、そういうわけわかんない性能やってるんですよね。わかりにくいかな。まあ打っててここでここは限界、今のところが立ってる状況での腰打ちのね精度の悪くなる限界なんですが、そこでシャームコスによってなんかさらに広がっていくっていう、なんかもう本当にどうしようもね性能になってます。だからね、エルスター使うときはね、こう打ってるときにしゃがむと精度が悪くなるんで、基本的にしゃがまず使うのがね、かなりいいんじゃないかなと。この仕様ね、いろいろ調べたんですけど、多分エルスターだけですね。エルスターだけなぜか知らないけど、しゃがむと精度が落ちるっていう。ほんと面白いのは、しゃがみでこう打ってて、なんか立つことによって急に精度が良くなるっていう。いきますよ。ほら、こんな感じに。クロスヘアがね、一瞬こう、元に戻って。なんでこんな性能になってんのかね、マジで意味がわかんない。また、要するにこの武器はしゃがんじゃいけないってことですね。試しにじゃあしゃがみ入れると、まああんま変わんないかな。しゃがみ入れると立った状態で、比べてみると、まあ今のが立った状態で、しゃがむとこうなります。まあなんか、しゃがんでエイムがブレてるっていうのもあるんですけど、まあなんかでも立った方が当てやすい。立った方が当てやすいみたいな感じなので、今しゃがまない方がいいんじゃないかな。